マリア鈴木です。絵描きです。スケッチブックを持ち歩くっていう習慣が大学生の時にできて、当初はスケッチブックに書いてるものは練習であって、でそれを元にしてこう新しいもの、もっとかっちりしたものを、いわゆる完成してるものを書かないといけないみたいな固定概念にとらわれてたというか、その中に閉じ込められてて、でもだんだんいろんなアートを見るにつれて、そうじゃなくてもいいんだみたいな、なんか私が本当に好きなのは自分のそういうスケッチでやる時の自由なラインとかが好きなのであって、それが完成と呼ばれるものであってもいいんやっていうことにだんだん気づいていって、今のスタイルみたいなところに来た感じです。今回の作品はその足で歩いたり自転車で都内を散策するっていうことをすごく大切にして、でそれその中で経験したことを持ち帰って、でこう完成図が見えないまま書き出したので、その街をもう一回こう裁縫するような気持ちで書きました。そういうこともあって、やっぱり見る人にもこうその人が心の中に持つ風景とか記憶みたいなところに触れて、どこか懐かしいなっていう風に感じてもらえるような作品になってれば嬉しいです。